こんにちは、蜘蛛之助副隊長です。皆さん、分水孔って聞いたことありますか？水を平等に分配する設備のことで、今回は滋賀県内の分水孔を巡ってみたいと思います。まず最初にやってきたのは守山の円筒分水孔です。住宅地の中にある小ぶりな分水孔です。冬場は水がほとんどありませんが、4月から秋頃まではこのような水の流れを見ることができます。すぐ横を JR 琵琶湖線が走っているので、車窓から見えると思います。ここは阿戸川の円形分水孔です。中央から汲み上げられる水の動きや美しい水の流れが間近で眺めることができます。米原市の井の口円形分水孔はとても美しい分水孔の一つで、周りには桜並木や姉川の清流、そして伊吹山の雄大な景色など見どころも多く、のんびりと訪れたい場所です。冬でも十分な水量で、1年を通して美しい分水孔が眺められます。姉川から取水し、分水孔を経由した水は、さらにこの五泉分水にも流れてきます。名前の通り、ここから5つの川に分かれて、それぞれが美しい曲線を描きながら分配されていきます。JR 南草津駅にやってきました。実はこの駅前にも分水孔があるんですが、どこだかわかりますか？答えはここです。この第一段円形分水孔は直径が約19メートルもあり、滋賀県内の円形分水孔ではおそらく一番大きいのではないかと思われます。しかし、なぜ駅前に分水孔があるのでしょうか？実はこの円形分水孔が作られたのは昭和40年のこと。当時は田んぼの真ん中に作られたものですが、その後都市化が進み現在の状態になりました。駅ができるずっと前から第一段円形分水孔はここに存在しているのです。先ほどの第一段円形分水孔より送られてきた水は、この第二段円形分水孔で汲み上げられ、農業用水や生活用水としてさらに分配されていきます。
湖南市にある朝国地区浸水性円筒分水口です。ここは展望台や遊歩道が作られていて、いろんな角度から眺められるのがポイント。そして今回の分水口巡りの中では唯一オリフィス式の分水口です。中央部分から汲み上げられた水が内側の円筒に開けられた窓のようなものオリフィスから流れて、外円部との間にある仕切りによって分配されていきます。今回は円形分水口を中心に巡ってきましたが、県内にはこの他にも分水口が存在しています。水を平等に分ける構造だけでなく、分水口そのものの美しさ、そして流れる水の美しさをぜひ眺めてみてくださいね。